と、あのテイラー・スウィフトさんと大谷選手が話題になっています。2023年4月に6年間交際していたジョー・アルウィンさんとの破局が報道されたテイラー・スウィフトさん。結婚も間近ではないかとの噂もあったのですが、全米ツアー中に常に寄り添っていたアルウィンさんの姿がなかったことで破局が発覚しました。この破局後、テイラー・スウィフトさんと大谷選手が話題になっているのです。テイラー・スウィフト、16人目の彼氏とも破局。スウィフトさんは1989年12月13日生まれ、グラミー賞を12度、MTV ミュージックビデオ賞を14回も受賞している世界の歌姫で、Spotify 史上1日で最も多くストリーミングされた作品や、アメリカで初登場1位の楽曲を最も輩出している歌手でもあります。2022年末にツアーのチケットが販売された際は、世界中から35億ものアクセスがあったことで、チケットマスターがクラッシュするほどの人気です。楽曲の人気だけではなく、身長180センチメートルでモデル級のスタイルを持ち合わせ、誰もが認める美人であり、熱心な慈善活動家。米国の女性の中ではセレブ中のセレブです。恋多き女性としても有名で、2008年から2023年6月まで16人の男性とお付き合いをしています。15年間で16人です。6年交際したジョー・アルウィンさんとの破局後、ザ・1975のフロントマンを務めるマット・ヒーリーさんとお付き合いが始まり、同棲もしましたが、1ヶ月で別れています。このマット・ヒーリーさんが16人目です。スウィフトさんは恋愛観について、私は付き合いたい男性像を思い描くとき、スペックでもなく、ルックスでもなく、一緒にいると想像したときに、自分のうちに湧き上がる感覚をイメージするの、と話しています。スウィフトさんは結婚願望も強いようで、私はとても家庭的だと思うの。料理も掃除も好きだし、子供も大好きなの。パートナー、夫に対しては全力でサポートもするわ。理想は紳士的な人ね。いい人がいたらすぐにでも結婚したいわ、とコメントしています。そんなテイラー・スウィフトさんですが、大谷選手の何が話題になっているかというと、オンラインスポーツブック、リーガル・オンライン・エンターテイメント・スポーツブックスに、破局したばかりのテイラー・スウィフト、次の恋人は誰か、で、賭けのための恋人候補リストが作成され、オッズ、賭け率が公表されたのです。そのリストになんと大谷選手の名前が上がり、なかなか上位に選出されています。オッズとは、賭けに勝った時に賭けた額に対していくら戻ってくるのかを表した数値です。アメリカではスポーツブック、オンラインカジノでできるスポーツの賭け事が盛んで、スポーツやエンターテインメントに関する様々なことが賭けの対象となっています。ここに大谷選手の名が載るということは、アメリカの一般人にも相当な知名度があり、しかもあのテイラー・スウィフトさんの恋人になる可能性が大いにあると思われるほどの人物であるということの証明になります。今回のリストには名だたる有名人が載っており、ラッパーのドレイクさん、俳優のブラッド・ピットさん、 NFL のトム・ブレイディさん、中にはある国の王子までが名を連ねています。最新の大谷選手のオッズはプラス 41.00 で、俳優のリアム・ヘムズワーズさんや NBA スターのジミー・バトラー選手と同じです。このように業界を問わず、さまざまな一流のセレブたちの中に大谷選手がいるということですから、大谷選手の知名度には驚きを隠せません。ましてやMLB はピッチクロックなどにより少しずつ人気が回復傾向にあるといっても、NFL や NBA に比べるとまだ人気や知名度が低いと言わざるを得ません。そんな中、MLB の選手が恋人候補に上がるなんてことは、今まではまずありえないことでした。スポーツイラストレイテッド誌のエマ・バチェリアリ記者はツイッターで、MLB の現役選手がこの手のものに名前が挙がるのは一体いつ以来か、野球が再びクールなものになった、と驚いた様子を投稿しました。
それに対するコメントには、想像してみてください。テイラーと大谷がデートします。彼はメッツと契約し、テイラーは開会式で国歌を斉唱する。ショウヘイはテイラー・スウィフトよりもテイラー・ウォードの方が関係が近いです。のように、好意的に見るコメントや面白がる様子が見られました。一方、大谷選手は恋愛観や結婚観はどのような感じなのでしょうか。結婚願望はあると公言している大谷選手ですが、女性関係に関する報道は少ないことが知られていますね。女性との噂がなさすぎて、女性とのツーショット写真が公開されるだけで交際が噂されたりします。大谷選手であれば女性は引く手あまたでしょう。その中で大谷選手の好みの人がいてもおかしくなさそうです。大谷選手のタイプは一体どのような人なのでしょうか。背が高くて明るくてハキハキしている人がいいです。僕は末っ子なのでガツガツ引っ張るタイプでもないので。と話していたのは日本ハム時代の22歳大谷選手。これを聞くと身長180センチメートルではつらつとしたスウィフトさんはありそうな気がしますよね。一方、この大谷選手のコメントに女性ファンたちは、これはワンチャンある、163センチメートル、明るさとハキハキさだけが取り柄。大谷くんのタイプの女性は背が高くて明るくてハキハキしている人らしくて当てはまる気がするから、大谷くんと結婚してくる。大谷くん背が高い人がタイプなのね。これから毎日ジャンプします、背が高くなりますように、などと可愛らしい反応をしました。この年の他のインタビューでは、誠実で控えめな子、それに頭が良い子と述べており、有名人の中だと誰ですかの質問には芦田愛菜さん、当時12歳の名を挙げ笑いを取っています。おそらくですが、年相応の女性の名を挙げるとまた噂が立ってしまいかねないため、自分のタイプに近いながらもあえて極端に年下の女の子を挙げて冗談だとわかるようにしたのかもしれません。野球選手というと女子アナと結婚するイメージがある人も多いと思いますが、大谷選手の場合、日本ハム時代では球団が女子アナを遠ざけていました。さらに栗山監督からは徹底的にプライベートを管理され、本人も特に嫌がらず従っていたようです。結婚に関しては、高校時代に大谷選手が書き記した人生設計ノートでは、26歳で結婚し28歳で男の子が生まれるとしていたようです。25歳の時には結婚願望はあると発言し、やっぱり奥さんいて子供がいたらね、楽しそうだなと。周りがどんどん結婚していくので焦りはないですけどね、と話していました。しかし、人生設計の結婚予定の年齢26歳を過ぎた27歳の時には、結婚はまだまだ先、結婚のタイミングについても考えていない、なるようにしかならない、と述べています。さらに、ご両親に近しい人物に取材をしたジャーナリストが聞いたところによると、ご両親は絶対に女子アナや女優とは結婚させないと言っていたそうです。メジャーで活躍している現在も女子アナによる個別取材はお断りしているようです。以前取材をした女子アナがネットなどで叩かれてしまい、迷惑をかけてしまったことがあるからというのも一つの理由のようですね。個別インタビューを受けるときは、男性や自分が会ってみたいと思う著名人などのようです。シーズン中はルーティーンを崩したくないのもあり、囲み取材以外は男女関わらず取材を受けることはほとんどありません。つまり、女性との浮世話が出てこないというのも、大谷選手の生活からして女性と出会うことそのものがないに等しいようです。こうした大谷選手の女性関係の話題について、 SNS では、大谷選手の本音、大きなお世話、え、もう野球と結婚してるじゃん、大谷翔平選手が結婚したら世界中の女性が大谷ロスになることだろう、皆さん翔平の恋人は誰かな、ワクワクドキドキで思うぐらいがちょうどいいです、といった反応が見られました。
スイフトさんと大谷選手がデートをしたらどのような感じになるのでしょうか。米メディアがこんな記事を出していました。ファンネーションヘイローズトゥデイでは、この2人がお付き合いをすると仮定してみましょうという記事を書いています。スイフトさんのインスタグラムのフォロワー数は 2.6 億、2023年6月現在です。この2つのファン層が合わさり、世界中の人々が大谷という世代を超えた才能を知ることになることを想像できますか。スイフトもまた全く新しい聴衆に彼女の曲を聴いてもらうことで間違いなく恩恵を受けるだろう。お付き合いを始めたらお互いにビジネス面においてメリットが大きそうです。結婚をするというのはどのような感じなのでしょうか。2023年 WBC で爪痕を残した東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手を夫に持つ元 AKB 板野友美さんが3月にアエラドットの取材に応じています。旦那さんの栄養管理は妻としてやらなきゃいけないと決めていて、どんなに仕事が忙しくても旦那さんと娘の食事は作ります。コロナ禍で娘を妊娠して旦那さんも遠征があったりするので、妊娠期間の10ヶ月のうち半分以上を家で一人で過ごしていました。私が仕事をしていることに対して、プロ野球選手の妻なんだからもっと家で旦那さんを支えた方がいいと厳しい意見をいただくこともあります。ベビーシッターに頼りながら子育てと仕事と妻の役割を頑張っているようです。大谷選手は結婚したいアスリートランキング2021年1位を獲得していますが、板野さんの取材を踏まえると、大谷選手が夫となるとシーズン中はほとんど家にいないでしょうし、食事や生活環境にも気を使わなければなりません。さらに世間からは、大谷選手の妻としてふさわしいのかと常に厳しくジャッジされるなど、なかなかハードそうです。その点、相手がスイフトさんだとしたら一気に世間の厳しい目が変わりそうですね。前述のスイフトさんのコメントにも、パートナーを全力でサポートしたいとありましたし、スイフトさんと大谷選手なら財力で食事や生活環境の問題を解決できます。ただスイフトさんがお互いに忙しいから、遠距離恋愛だからという理由で破局を迎えていることもあるので、お互いが現役の間はその点で結婚は難しいでしょうね。大谷選手とスイフトさんと結婚したらどうなるか勝手に想像したものの、大谷選手には好きなだけ野球をしてほしいですし、結婚も大谷選手の好きな相手と好きなタイミングでしてもらうことが一番いいですね。これからも大谷選手を応援していきましょう。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。